どうも、ベラです。それではですね、今回はこちらのストーリー進めていきたいと思いますが、ディアルガがですね、色違い厳選したいなと思ったんですけども、まあ、やってて全然出なかったんで、で、なんか倒したとしても、また四天王の殿堂入りしたら出てくるって聞いたんで、教えていただいたんで、まあ、そのままバーって進めていきたいと思います。そんな感じで。さあ、それでは攻撃してって、いやー、色違い出てくれてよかったんですけど、まあ、また後に楽しんでいきましょう。さあ、相手はちょっとだけ残りましたが、いやー、やっぱディアルガかっこいいですね。あ、時の方向来た。おお、こんな感じの、かっこいい。おお、あぶねー、あぶ。まあ、そんなんで、いや、もうステージめっちゃ進めたくてワクワクしてて、いやけどもやっぱり厳選したいなと思いながらですね、複雑だったわけですよ。またなんかいろいろ、おすすめとかあったら教えてください。とりあえずゴールドスプレーとかなんかボールとか買っといた方がいいなと思いつつ、さあ、経験値入手してって、いや、これ倒してしまったら、前のダイヤモンドパールはおそらくこれで出なかったんですかね。出てこなく。ただ今回四天王クリアしちゃいけるんで。ベラ、お前なんというよくやってくれた。本当によくやってくれた。これほどドキドキしたことは60年の人生で初めてだ。ちょっとバーって行こうと思います。博士ったらあなたいろいろ調べて、それでベラのことすごい心配しててさ、こんなところまで来たんだ。それにしてもベラは無事でよかったよ。さあ、帰ろう。ほんであれですね。いや、これ、四天王シロナとか早く戦いたくて。ほんで、あ、スプレー、いや、まあ、なしで。で、ここに混合玉があると。で、今回のダイパリメイクは、まあ、ポケモンのバグって面白いところが、いろんなバグがあってですね、なんかこの辺りから、ディアルがパルキア戦えたりとか、草むら判定みたいなのあったりとか、いろんなバグがあるみたいなんですけど、ここ空を飛ぶできましたかね？できたらいいんですけどね。できないのか。マジか。これもう一回戻ったらどうでしょう。うわ、いない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 。穴抜けの紐使ったらいいのか。穴抜けの紐が使い捨てなんですよね。買うか。よし、使いましょう。これで？ああ、来た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 。で、要は次は、渚していったらいいってことなんで、ちょっともうバーっと行きたいと思いますね。いや、ダイヤモンドもパールも両方やりたいのと、厳選もしたいですし、で、動画もいろいろ出したいですし、で、色違いレートとかもいろいろやりたいですし、で、年内までに行けるとこまで行きたくて、他もやりたいこといろいろあって。とりあえずあれですね、一回回復して、そしたら進めていこうと思います。バグとか発見するのすごいですよね、解析して。増殖とか、まあ、いろんなもんありましたが、波乗り、乗れないとこで乗れるとか、シェイミとか、出てきたりとか。まあそんなんで、皆さんはなんかやりますでしょうか。まあでもバグは、まあ自分はあっていいと思うんですよね。データ消えたりとか、誰か迷惑かかるとか、なんかそんなんがなければ。さあ、そんなんで。それでは、あ、Y で。ああ、こっから入れるんですね。この辺りもいろいろ試してみたくて。そうしたらば。
自転車乗ってった方がいいですね。OK。結構この落ちてるアイテムとかなんかいろいろ隅々行きたくはなるんですけど、いや、やっぱ降りるか。歩きの方がやりやすいんですよね。さあゴールドスプレー使っていくかどうか。まあそのまま行きましょうかね。ディアルガとか捕まえに行くとき野生ポケモンめっちゃ出て鬱陶しいなと思ったんですけどね、やっぱり調べてみるとそう思う方多くて、やっぱスプレー使った方がいいっていうことで、そうだなぁと思いましたね。これこっちでいいのか。よし、ロッククライム登ってみて、さあついに行ったことないとこに、ここ何があるんでしょう。これはカラナクシ。まあいろんなポケモン見ながらパーっていきましょうかね。お守り小判で金策ですね、お金稼ぎとかどこがいいのかとかもいろいろ出てましたが、ああいうのありがたいですよね。ゲーム進めるの早いし、ほんま羨ましいです。さあホエル見つけました。これあれですね、おそらくなんか通れないとかあったんですけど、そこ行ったらいけそうなんで下降りていこうと思いますね。さあこれがリアルタイムアタックとかだったらもう絶対ゴールドスプレー作ったりとかしていくんですけど、まあ新しいポケモン出てきたりとかする可能性もあるんで、スプレーなしでいきつつあまりに出てきたら使おうと思いますが、さあそんなんでなんかこの辺りとかでしたかね。まあいろんなバグ発見されてるんで、まあやらないですけどね。行ってロッククライムが使えるようになったので、いろんな行けなかったとこが行けるようになってるんで、いろいろ試してまいりたいと思いますが、絶対なんかありますねこの辺り。行ったことないとこに行くのワクワクしますね。ここはお、なんかもらいました。ポケッチのアプリコイントスを手に入れた。これは？いいですね。楽しそうですね。うわっ！ゴミ箱の中元気の塊あった。やっぱりあちこちやってた方がいいですね。これは？わあ、なんかありそう。まずこっち行ってみましょうか。一体何があるのか。確かに最近寒なりましたよね。絶対なんか落ちてるでしょ。ないんかーい。何もないのか。大体あるんですけどね、端っこの方とか。まあまあまあ。この辺りは？ここは一体。誰か、トレーナーか誰かいるのか。これ、マサラタウンの下とか目のクラゲめっちゃ出てきたりとかようありましたもんね。さあ、そんなんで、絶対効率的にはスプレー使った方がいいんですけどね。とりあえず、あ、この下話しかけた。あー、そしてもう一回行きましょう。ただ、つながってるだけの、なんかアイテムとか取り逃がしたくないんですよね。できれば。さあ、ではロッククライムで下がっていきながら、ここアイテム落ちてましたんで、さあ、タオリン入手して、さあ、バーッと上がってって、ほんで、ここですね。ここはいつ開くんですかね。あ、
なんかこの左側アイテムあるんですけど、これはどうやって行ったらいいのか。これどうやって行くんでしょう。これどうやって、どっから行く。なんか行き方ありそうですね。ほんまに初見って感じですね。ほとんど覚えてないですもんね。こんなんあったかなみたいな。あ、こっちから行けるのか、もしかしたら。行けないの？ちょっとこっち行ってみましょうかね。いや、アイテムがあったんで、ちょっと行ってみたいなと思います。ほっときたいじゃないですか、ああいうの。さあ、野生ポケモンの出現が、ちょっと多いんですよね。スプレー使ったらいいんですけども。まあ、新たなポケモンとかも出てくる可能性もあるんで、逃げていきまして、絶対、ああった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 、もうちょっとちょっと野生ポケモン出てくる頻度が下だったらいいんですけどね。サクサク行きたいのでスプレー使ったらいいんですけど。で、なんかゴールドスプレーとシルバースプレーだったら、シルバースプレーの方がお得みたいなとかもちらほら見たんですけど、どうなんですかね。さあ、雷を見つけた。さあ、できるだけ草入らないようにしつつ、ちょっとさっきのアイテム拾うとこどっかあると思うんですよね。どっか出口とかなんかあると思うんで、探索していきたいと思いますが、できたら四天王まで行きたい。四天王までは行きたい。四天王知ってんのって感じで。さあ、コダック逃げて、皆さんどんぐらい進みましたでしょうか。もう結構クリアしてる人とかもあると思うんですけど、ディアルが粘らなくてよかったかな。あれ、ディアルガって四天王を倒さない最初のストーリーの進めた状態で色違いって出るんですかね。ちょっと粘ったんですけど、こっちはちょっと野生ポケモン出る頻度が多いんですよね。もうちょっと少なくしてもらいたい。そんなんで、まあいろんな点はありますけど、なんやかんや面白いですね。どっか行くとかあると思うんですけど、あれ？ないのか。ないか。ないのか。ないんですかね。なんかアイテム拾うとかあったんですけど、あれどうやって行ったらいいのか。おいよ、どっか登るとことかありましたかね。なんかあっこのこのアイテム取りたいんですけど、いけない。なんかどっかありましたかね。なんかロッククライムとか使うっちゅうことは、こっからの裏いけないですよね。あなたシティみたいな。
ここはまあ最後の方ですもんね。ちょっと下の方も行ってみましょうかね。絶対なんかどっか後でか、なんか向こう側、いやー全部片っ端から行きたい。絶対どっかなんかあると思うんですけど、なんかこの辺りとか、こここうでしょ、さっきここ上がってって、こっから上の方とか行けたか、行けないか、行けないか、ん？いけないのか。これちょっとまた皆さん教えてください。どうやって行ったらいいのか。そしたらもう進んでいこうと思いますね。絶対行く方法あると思うんですけど。よいしょ。なんかどっかで見逃したりとか、なんかありますよね絶対。まあいいか。まあまあ、気になる。まあ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 行くか。気になるけども、ここは？あ、どこに何もないのか。ここが前通れなかったんですよね。やけど通れるようになってて、あ、オッケーオッケーオッケー。どんぐらいの広さが？それなりの。ここは？OK、まあでは戦っていきますか。戦闘が OK。退屈を紛らわすのに君付き合ってくれるのかい？では行きましょう。これ絶対ストーリー覚えたりとかしてる人は、とか攻略サイト見たりとかしてる人は絶対もっとスムーズに進むんですけどね。まあいいでしょう。さあ相手はルクシオで初手威嚇。さあではグローパンチって、うわー、デンジャーめんどくさい。ガブリは正解出てもよかった。まあそのまま行って、どこまで行けるかですね。できたら四天王とかまで行きたい。あとどのぐらいのストーリー長さあるか。意外とそんなに、なんかめっちゃなんかありそうですよねこの辺り。あった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 、回復の薬、体力も全部、状態時も回復できて、野生ポケモンの頻度がちょっと高いんですよね。さあトリトドン、はい、では逃げまして、麻痺とかまた解除してもらいたいですが、さっきのアイテム取るとこほんま気になるんですけど、まあまあいいでしょう。さあでは木の実取ってって、木の実もまあ特に埋めなくても生えてくるっぽいので取るだけ取ってって、
け。さあ回収していきながら上、まあとりあえず上から行って、さあでは対戦で、ノリカが勝負を仕掛けてきた。相手はミミロップ。さあこれ猫騙しとかしてくる可能性が。あるかもしれませんが、グローパンチいって、OK、効果抜群。いや、ディアルが倒してもよかった。もっと早く知りたかったですね。もうちょっと早く行けた。厳選とかしたらほんま時間かかるんで、それゲットしたら嬉しいんですけどね。ターン数調整とかリセマラとかいろいろやると結構大変なんですわ。動画作って出してやることがたくさんあって。さあでは AI 切りしてって、インドメタメシン。さあダブルバトルとか結構そういうとこがある感じですね。でここ行ったら草が買わせると、まあまず、あ、アイテム落ちてる。こういうの見逃さないように。まずは上っ側行きましょうかね。でまた後で下行くような感じで。この人は投げるのはモンスターボールだけ。本当にそうなのか、そこのとこ考えてほしいから。おお、なるほど。これ投げつけるの技が地下行った時にゴンベがですね、使ってて、ゴンベが食べ残し持ってて、まあいいアイテム持ってるなと思ったんですけど、それで覚えてましたね。で投げてしまったらアイテムなくなってしまうんで、まあ、それまでにゴンベ捕まえるか欲しがるで捕まえるかって感じでしたけども、特になんもない。ダブルバトル、ガブリアス。ではダブルバトル行って、こういう時ってシングルでもいけるんですけどね、ダブルで行って一気に終わるんで行きましょう。さあ船乗りと浮き輪ボーイ、タマンタと鉄砲を。鉄砲王が進化したら全然見た目違うオクタになるんで、あれはびっくりしましたが、どっちも水と。じゃあレントラーが刺さったわけですけども、まあまあまあ、マンタは、はい、ではこんな感じで、しっかり倒していきつつ、これグローパンチは、あ、オッケーオッケーオッケー。グローパンチってそんなに威力は高くないんですけどね。オッケー。ティーナポケモンいい感じだな。うへえ、余計にしがみついちゃった。という感じで倒していきつつ、これ左側もなんかありそうですね。痩せっぽちでは頼りない。でも重すぎると船が沈む。難しい職業だよ船乗りってやつは。入って勇士が勝負を仕掛けてきた。相手はアヒンバス来た。これもいいんですよね。ミロカロスに進化して、さあタイプの相性としては良くないんですけども、そのまま行ってフローパンチ。相手船乗りがポーズ決めてるんで何かしてくると思いましたが、大丈夫ですね。どういったの、入れ替えて。やっぱ草タイプですねこれは。さあ行け、ロスレード。それでは
花吹きってボウリキ結構まんべんなくですね。そして突撃スいって突撃スの技がちょっとハートの6欲しいですね。10個あればそれ以上渡さなくていいみたいなんで、さあエアスラッシュいって、さあ効果抜群、どこまでいけるか、ドボーイ。ここはちょっと行ってみましょうか。とりあえず片っ端から行ってみて、あ、鉄砲を釣り上げてなんか持ってったらいいっぽいですね。ここはお、ピカチュウ持ってたらなんかあるんですかね。わあすごい、ピカチュウだらけでチャンピオン目指すっていう、あ、この人トレーナーなんですね。これはよくありますね。さあ、彩香が勝負仕掛けてきた。もう完全なピカチュウ好きですね。来た、メスのピカチュウ。なんか特別な技かなんか覚えてるでしょうか。一回エングルパして、ああ、閉めた。ああ、いい技覚えてるじゃないですか、10万ボルト。麻痺がちょっとあるんですけど、まあそのまま行って、途中耐久性あったら使いたいなとも思うんですけどね。まあ対戦になってくると種族値とかも大事になってきて、ピカチュウこれは入れ替えてガブリアス行って、さあ行け、これバッチ7個入手してから地下行った方が、あの ガバイトとか出てくるみたいなんですけどね。もう深まるから捕まえて頑張って育てましたね。さあ効果抜群いって、ピカチュウちょっとやること一つ一つほんま進めていきたくて、やりたいことがたくさん。この人話しかけてみて、なんか釣り竿とかもらえるかなと思ったんですけど、特に何もなく、すごい釣り竿とかもどこかで入手できると思うんですけどね。ここは特に何もないのか。とりあえずあちこち行ってみつつ、ここはああ、なんもないか。はいはい。さあ、ではちょっとこっちも行ってみつつ、この人トレーナーですかね。浮き輪。OK。ねえねえ、どんなポケモン持ってるのか教えて。では行きましょう。この辺り電気タイプとかそういうポケモン使ってた方がいいかもしれないですね。おお、鉄砲を来た。さあ、フローパンチいって。急所ナイス。強すぎてポカーンって感じです。
やー、こういうのありますよね。やってて、画面に向かって一人で喋って何やってんねやろ、みたいな。なんか反応があったりとかしたら嬉しいんですけど、無反応だったりとかなんかした場合、一体何をやってるんだろう、みたいな。ありますよね。わーい、敵ギャラドス。これはですね、相手の方が全部今一つ。トリトン行きましょうか。相手がもし滝登りとかしてきた場合、読み水で受けれるんで、で、岩技もありますし、エントラーでもいいんですけど、OK! 読みは正しい。そして、特攻を上げた状態で、原始の力いって、OK! ギャラドスそのままで、ギャラドスは美味しいですね。再獲、まあ特に問題なく、では特殊技でいって、OK! さあ、四天王行くとき全部レベル70ぐらいいきそうですね。鉄砲を入れ替えましょうか。レントラー、いや、ロスレード行って、なんかレベルをまんべんなく育てたいっちゅうのがあって、きれい。では、花吹雪、よくわかんないけど負けた。では、この人も話しかけてみて。釣り人たくさんですね。釣りの途中だけでいいですよ。お会いしましょう。さあ、ユキオが勝負を仕掛けてきた。相手は、さあ、これも、コイキングだったら、まあ、グローパンチいって、OK! レベルアップ。 OK! まだ育ってきたら嬉しいですね。蛍光を入れ替えてのロースレードいって、ポケモンフォーム連携が早かったら嬉しいんですけどね。なんか王道で、ポケモンの対戦動画で、なんか毎回いろんなポケモン使ってやるのが結構大手では王道なんで、ちょっとそういうゲームやってみようかなと思いつつ、いろいろやりたいことあるんですけどね、10年間分ぐらいの作業をこの2年ぐらいでやってるんで、めっちゃ大変で、全部一人でやってるんで、やけど、まあ、だんだんと追いついてきたんで嬉しいんですけど、なんかこう、ヒット出したいですね。なんか需要があることで。まあ、いろいろ頑張っていきたいと思いますが、とりあえず芸を極めていきながら。日本一としての、また日本一とか取れるように。めっちゃ釣り人いますね。釣りにも飽きてきたってことで、軽く一勝負やるか。では行きましょう。さあ、いたコイキング。とりあえずゴーカザルをお守り小判持たしてるんで、本当は全部食べ残していこうかなと思うんですけどね。ただ飯とくと賞金が増えますんで、グローパンチいって、さあ、生きのいいコイキングを倒していきつつ、
ギャラドス、これは入れ替えて、レントラ行く。で、まあ相手威嚇入ると思うんですけど、こっちも威嚇入れていく感じで。野球とかも面白くて、パワープロくんが出るんですよね。パワープロくんポケット。あれもやりたいなと思いながら、いやー、いろいろ効率よくやっていきたいですね。ゲームの作業、外注か。でもやっぱり自分でやりたいですしね。時間かかったとしても、目標を達成するのもやっぱり自分の力でいきたいし。さあ、鉄砲そのままで。さあ、では放電行って、ちょっとまあ、ドラゴンボールの精神と時の部屋みたいなの欲しいですね。時間がめっちゃ大事。結構そのままで、さあ、では放電行って、だけどもやっぱ求められたりとかしたら嬉しいですよね。必要とされるっちゅうのは。どうしようかな、しないでおこうかなと思ったりとかしても、それを待っててくれる人とか見てくれる人っていうのがあるっていうのはほんまに嬉しいです。ありがとうございます。ダビドさん、ちょっと一勝負いかが。では行って、これはほんまプレイヤーとしてやってたら、 AKB48 とかああいう誰でも知ってるグループとかでも最初お客さん数人だったみたいで、やっぱ誰でもそういうとこがあってですね、自分も理想の数字とかはいかないんですけど、とはいえやっぱゼロではなくて、やっぱ1人であったとしても100万人の人が見てたとしても、やることは同じですよね。どっちも全力でやって、頑張ってまいりたいと思います。ではレントラ行って、ほんま自分が有名人だったとしたら、有名人だったとしたらもうちょっとしたことで数百人数万人とか増えたりとか再生回数いくんですけど、無名な人とかっていうのはほんま一人のファンが増えたり人再生回数ってめっちゃ難しくて、だけどやっぱそれを乗り越えていきたいですね。どんだけやってる人が多くてもすごい人がいっぱいだったとしても、さあ、では当てていきつつ、とりあえず変化していきながら自分自身を高めていくしか、経営を高めていろんなことを試して、な感じの、とりあえず比べるのをやめたいんですね。比べてしまったらほんま不幸になるんで、やっぱみんなそれぞれ苦労とか悩みとかがあって、みんなそれ乗り越えたりとかしてるんで、そう、よくは見えたとしてもなんか病気があるとか、よくは見えてもアイドルに裏切られてとか、まあいろいろあるんで。ジムリタだが最近手強い、挑戦者がいなくて退屈してるらしいな。さあ、では進んでいきつつ、お、懐かしの、お、ポケモントレーナー、これオーバーかなんか言うんじゃないですかね。昨日ポケモン強そうなのが伝わってくるぜ。おっと、自己紹介、あ、オーバーですね。これ名前オーバー、ポケモンリーグの四天王さ、豪華猿とか使ってくるんですよね。そうだな、君ならできるかもな。この町のジムリーダーだけどさ、久しく手強い、手強い挑戦者が来ないからってポケモンジムの改造ばかり、挙句に停電だからな、たく世話が焼けるぜ。今熱いポケモン勝負であいつのハートをガンガンに燃やしてくれよ、頼むぜ。任しといてください。日本一を複数回取ったこのパートリーダーもソロもやって、埼玉スーパーアリーナ出て天皇陛下の前でパフォーマンスもした。任しといてください。他港町、そしてポケモンリーグの玄関ね。ここ結構広そうですね。上上がってもいいんですけど、下行って、まあ、一旦ちょっと回復していきましょうか。道路がクリア。
さあ、ではお世話になります。では話しかけて、あと1個なんですね。ジムバッジがあともうちょっとで四天王いけそうですね。夢は叶えたいですね。自分の場合の夢は YouTube の盾をゲットするっていうのがあって、それ以外もいろいろやってみたいんですけど、あのお金で買えないもの、それにふさわしい人しかゲットできない、あれにふさわしい人になりたいわけですね。さあ地道にコツコツやっていきつつ、ちょっと買い物しときましょうか。え、ゴージャスボールある。マジか。ゴージャスボール買おうかな。ハイパーボール買おうかなと思ったんですけど、200円安いんですね、ゴージャスボールのが。捕まえやすさはあるかもしれないんですけど、絶対持っといた方がいいと思うんですよ。ゴールドスプレー。どっちも買っときましょうか。これ、これあれか。そしたら、100個ぐらい買っときましょうか。うん。ゴージャスボール売ってて最高じゃないですか。あ、プレミアボール。ハイパーボールも一応買っとくか。デザイン的にはゴージャスボールのが好きなんですけどね。ボール絶対持っといた方がいいと思うんで。プレミアボール嬉しい。オッケー。あ、スプレー。そう、このスプレーが、これ絶対いっぱいあった方がいいと思うんですよ。とりあえず100個ずつぐらい持ってたらいいでしょう。うん。OK。では、ちょっと探索しつつジムリーダーを探しに行くと、いっぱい人いますねここ。地下大洞窟で気を失ったらヒョータさんに助けてもらったよ。そう、ほんで地下大洞窟めっちゃ楽しいんですよね。なんかもらえる人がなんかないかな。なんかタテトプスとか、なんかああいうポケモンの化石あったような気がするんですけど、あれどうやって入手するんでしたかね。世界のシールいろいろ売ってるんでしょうか。あー、なんか売ってそう。あ、日替わりであるんですかね。お、やった。これもしかしたらリボン全部もらえるんじゃないですか。全部試してみましょう。よっしゃ。わー、こういうのはゲットしておきたい。ちょっと行きますわ。サクサク進めたいのもあるんですけど、やっぱこの達成感、苦労して目標達成していたあの時の達成感とか、そんなんを自分は知ってるんで、日本一何度とかどんだけ大変だったか。だけどもその達成感っていうのは、もうゲームもマジックも音楽も何でも日本一は取ってみたいですね。実力はあるんでね。知名度で、ゲーはやっぱ磨いていく必要がある。で、心に余裕を持ちながら、人と比較せずに過去の自分と比べて成長したかどうかとかって感じで、周りにやってる人がいなくても世界にはやってる人、すごい人があるんで、そんなんで、これで リボン。そういえば足跡リボンとかもありましたね。あれも欲しいですね。お、ここは一体。あー。
へえ。まあ、また買ったら良さそうですね。で、この人。あ、この人は違うのか。はい。足当たりボンも欲しい。ここは？上上がっていく感じの。結構広そうですね。まず地上の方から行ってみて。あ！渚じゃないですか？渚のあれ、渚シティ、みかん。私、ジムリーダーみかんと言います。鋼タイプとか電流とか使ってくる。こんなとこにいる。ジムリーダー買ったらこの人にもらえるんですかね、もしかしたら。へぇ。タウンマップ見たら、あー、多分こうやって進んでって、あー、なるほど。そういう感じの。大体わかりましたね。そしたら、ちょっとあちこち行ってみつつ、あっこ上上がってったらポケモンリーグ行くみたいなんで、まず探索して話しかけていきましょうか。足跡リボンちょっと欲しいですね。サクサク進めてはいきたいんですけども、やっぱりいろんなもんコンプリートもしときたいっていう。お、素敵なリボンをお譲りします。なんと。へえ。え？明日から気が向いたら、明日から日付変更とかしたらいけるかもしれないですね。明日からかー。お。まだ帰ってきてね。え、どんな、え？どっか違うとこにいるってことですよね。いや、こっちか。どこにいるんでしょう。これは？あ、確かにポケモンっぽくは見えますね、あの岩。名物の。アイテム発見！石貴重ですね。オッケー。こんなとこに家建ってんのすごいですよね。いやー、海あんのいいですね。夏は。この人は？アプリとか作れんのもいいですよね。ゲーム作れたりとか。あ、これなんか見せたらあるのかもしれないですね。まあいいでしょう。ちょっとジムリーダー探していくのと、その前に、まずそっち行くんですけど、足跡リボン欲しいですね。さあ、それではまずこっ、わあ、結構広い。え、ここ来ましたっけ？え、ここ一番最初来たんですよね。あ、そしたらまずこっちか。どこ行ったのかー、みたいな。お、シルベの灯台。へえ。最後、ジムめっちゃ豪華そうですね。さあ、自動エレベーター上がっていきながら。この人、なんかジムリーダーっぽい。展望台の人が。灯台、俺ら船乗りを見守っておくシンボルだな。なんかもらえないかどうか見ていきながら。双眼鏡でもいいのいいですよね。話しかけてみて。ポケモントレーナー、渚じめの挑戦者か。決めた。君が弱ければ俺はポケモンリーグで戦わせてもらうとしよう。最後、電気ですかね。お、行った。望遠鏡ちょっと覗いてみましょう。双眼鏡覗いたら、わあ、なるほど。初代のポケモンだったら伝説のポケモンが見れたりとかして、
なんか場所によってはお金払って双眼鏡見るとかあっての気がもするんですけどね。これで、ジムリーダー倒しに行けるわけですけども、他行くとこ特になかったですかね。多分これで全部行ったんでしょうね。そしたらば、足跡。ちょっと足跡リボン欲しいですね。表示されましたかね、あれ。ちょっと探します。足跡リボン。どこでしたかね。ここまで行ってなかったですね。ここも行きたいですね。ここも行かないと。行ってなかったー。足跡どこや？足跡どこ？ちょっと待ってください。足跡探しますわ。ちょっと全部入手しておきたいんで。足跡。これがですね、ライブ配信とかだったら皆さんに教えていただけるんですけどね。まあ調べましょう。ちょっと待ってくださいね。皆さんお待ちください。足跡リボンはどこや？ダイパリメイク。足跡。足跡リボンは、リボンって30種類以上あるみたいですね。コンテストとかで優勝したりとか。で、うわ、なんか、曜日によって話しかけたらなんかいろいろあるみたいですね。213番道路にいる。信用チャンプリボンはまあ殿堂入りで、バトルフロンティアとかもあるんですね。ああ、バトルフロンティア結構、ああ、リボン多いですね、これ。ゴージャスリボン。あ、ゴージャスリボンが購入するとこもあり、ちょっと待って、213番道路にいる足跡博士。なるほど。213番道路どこですかね。213ってことは、215。213。このあたり？200、どこ？213。探すの難しくないですか？ 215。213。あ、このあたりか。OK。まあ、空を飛ぶして。結構こだわるんですよね。パと行くのもいいんですけどね。こだわりたい。プロとして。一回回復して、ちょっとポケモンセンター来たら回復したくなりますね。213番道路。どっかで話しかけたわけですよね。あ、もしかしたら、あの建物ですかね、もしかしたら。思い出したかもしれない。なんか、ここじゃないですか、もしかしたら。ほら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 。
これ一回見せたポケモンは、これ多分もらえそうですね。懐いたりとかしとけば。そしたらやっていきましょう。これ全部一括で見せれたらいいんですけどね。まあいいでしょう。で、この後、ちょっと、洞窟行きます。行ってないとこあったんで。あれ、もらえないのか。あれ、もらえないの。あれ、もらえない。もらえないんですかね。わあ、トゲキッスまだなのか。もっと懐かせないといけないってことか。もしかしたら。まあまあ、やってみましょう。夏気度ですかね。あ、レントラもいけた。そう、全部行きたい、全部行きたい。全部行きたいんですけど、行けますでしょうか。じゃあもう全部一括で。OK、いけたいけたいけた。ほんで、投げキッスいけないのか。やっぱみんなちょっとセリフが違いますね。トゲキッスいけないの？トゲキッス惜しかったー。まあ、しゃあない、しゃあないっすね。マジかー、惜しかったー。連れ歩いたらいいのか。夏気度。なるほど。じゃあ、ちょんま。頼みますわー、夏気丼。これでちょっと歩いたらどうでしょうか。これで懐いたかどうか。この人戦いましたかね。ちょっと釣り歩いてみて。これでどう。釣り歩きましょうか。僕多分釣り歩いたりとかしたら夏気度上がると思うんですけどね。頼むわ、また君のあれやから。あかんか。とりあえずまだ行ってなかったとこがあったんで行きます。なんか、船とか乗っていくとこがあって、ここに行きたいんですよね。なので、どこでしたかね？ここ？ここ？まあ、行ってみて。およん？あれ？ここでしたかね？船乗らないといけないみたいで。さあ、まあこれで懐いていくでしょう。
ここ行ってなかったんですよ。なんかこの下あたりもあったような気がするんですけどね。あれなかったでしたかね。で乗るかい？鋼鉄島。さあ、では船に乗ってって、船乗りながら食事とかしたいですね。景色移り変わっていきながら、うわ橋上がるのすごい。来た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 。さあ、では見て回りたいと思いますが、あれちょっと、あ、岩砕きではない。 OK、 こういう岩アイテムあること多いんで話しかけて、え、誰もいないのか。回復とかもできない。はい、ここどんぐらい長さあるんでしょうね。これ一回行ったらおそらく空を飛ぶが、H 湖、立志湖、新事故。おろ、これどっち行くんでしょう。右から行ってみて、野生のポケモンがどんなん出てくるか見ていきつつ、いや、スプレー使うか。なんか珍しいポケモン出てきたら、いや、スプレー使います。ちょっと効率よく行きたいので、ゴールドスプレー、これが欲しいですね。ハートの鱗たくさん。これ掘っていく回数が増えてきたらかどうかはわからないんですけど、なんかハートの鱗入手できるようになってきましたね。ちょっと効率よく進めたいんでスプレー使って、下も行ってみましょうか。穴抜けの紐。さあ、なんか土管みたいなも置いてあるんですけど、ここは、あ、トレーナーいますね。シルバースプレー OK。 いやー、この快適さ、野生のポケモンと引っかからない。なんか戦闘のポケモンよりレベルが低いものとか出てこないみたいなんですけど、さあ、ナルミが勝負仕掛けてきた。ムクバード、ムクバードとかも良かったんですけどね。地高タイプのポケモン何使おうかなと思って、結構この世代ってドラゴンタイプとか強いと思うんで、フィアリー貴重だと思うんでそうしたんですけど、そしたら火炎車行って、じゃあ足跡めっちゃ欲しい。そのままで。草タイプに炎タイプ抜群。さあ、相手は姿を隠した状態。火炎車行って。へえ。遊び気分じゃ勝てないわ。一応あれですよ、自分大会で1位取ってますからね、ポケモンも音楽も。さあ、そんなんで、あれ、え、これ行き止まり。ああ、ほんでこっちから行って、わあすごい。え、意外と広さありそうですね。これはゴールドスプレーあってよかったかもしれないですね。必須。まずこの人戦って。OK。
さあ、作業員の鉄次が勝負を仕掛けてきた。いわく。石頭、頑丈。おぉ。ほんじゃ、ゴローパンチって。ナイス、急所。トゲキッスな、あのリボンだけ欲しいですね。ちょっと夏着であげといて。ゴロンか、入れ替えましょうか。ガブリアスか、あーガブリアス行って、あえて自爆とかしてきて穴を掘ろしてる間だったら面白いんですけどね。穴を掘り行きましょうか。地ならしより威力高いんで。さあ自爆してこい。あー砂ならしね。はい、さあ天候が砂嵐になりましたが、なるほど。優勝ナイス。とりあえず右側行ってたんで、その次左側ですね、行こうと思いますが、あ、下にもいますね、トレーナー。なんかこの辺り落ちてそうな感じが。ないか。ないのかーい。じゃあ、下行く。ちょ、下！下行こうと思ったのに。はい、下行って。めっちゃ歩き回ってる。リフトのチェックについて、お前さんもチェックしてやる。何をチェックするんでしょうか。魅力度チェックですかね。世界中の人を魅了していくんで。さあ相手はゴローンで、うん、じゃあグローパンチいって、えっ、あ、頑丈頑丈。ああリアルに耐えたのかと思いましたね。こんだけレベル差があったら。あー、死ならしちゃ、ちょっと。空気抜群なんですわ。まあいいでしょう。OK。おお、市場なし。あの、新幹線とかも、やっぱああいうのもチェックしてくれる人があって、事故がなくて、ほんまありがたいですよね。さあ、アイアンテールつかめて、やっぱ何でも極めると、やっぱすごいですね。さあ、自分ゲーウェイとかいろんなもん極めていこうと思いますが、ここは？お！こんな真ん中に、こういうちょっと広場的なとこもアイテム落ちててからするんで、連打しといたらいいかもしれないですね。ということで、スプレーはやっぱ何本あってもいい。この快適さ。左側行って、あ、いた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 。君は？そう、ベラというのか、私はゲン。いつもここで修行する物好きなトレーナーだよ。よかったら一緒に行こう。何やらポケモンが騒がしい。一緒に行動することになった。お、回復してくれるのありがたいですね。うわー、結構いっぱいいる。うわー、マジか。離れるのか。これ、そしたら左か最初行ってた方がよかったですね。まあ、これで分かったんで。そしたら、ちょっと戻ってまいりまして、左側行こうと思います。え？あれ？あー。これ、早く行きたいなーと思えば思うほど、
詰まってしまう可能性があり、これ最初右行ったんですけど、こっちから行った方が良さそうですね。一体こっちはどうなっているのか。キャンプボーイ発見しました。ではこちらで、正義が勝負を仕掛けてきた。正義があれば悪もあるのか。毒しよう。さあ、所定格が入りますが、火炎車して、さあ経験値入手してスカンプ、これは入れ替えて、これ初手ガブリアス行きましょうかね。ガブリアスがちょっとレベル上げたいんで、できるだけ均等に育てたいんですよね。最初のパートはまあ1万レベル上げときたいわけですけど、地ならし行って、ああ奥打ち、かっこいい。急所ナイス。懐いてくるとこういうのあるのいいですよね。かわしたりとか、状態異常直したりとか、急所当てたりとか。いいよ。キャンプだけしとけばよかった。でも血が傷ついてポケモンセンター行かないといけないですもんね。ちょっと持ち物入れ替えますわ、これ。で、ガブリアス先頭にして、さあ、アイテムアイテム。コロイ鉄球。あとできたら、このアイテム拾った時に、効果が出てきてほしいですよね。そのアイテムがどういう効果があるのかが出てきたら、なお、よろしいって感じで、ゲーム作れたらいいですね。プレイヤーとしてやってたら、こういうとこ効率化したいなとか、いろいろあるんで、そういう人、知り合いにいたとかしたらいいんですけどね。さあ、木の実が。いや、このボール買っといてよかったですね。プレミアボールとハイパーボール。オッケー。さあ、そんな感じで入手して、あっこの岩もなんかありそうな気がして、まあ見てみましょう。まあ皆さん、ステージ進めていった時の参考にしてもらって、結構隅々まで回ってるんで、アイテム落ちてたりとかいろいろメリットあると思います。さあ、それではもうこれは進んでったらいいですね。さあ、あの人のとこまで、ゲン。こっちじゃない。これ結構ややこしいですよね。これ全部覚えてたらさーっといけますけど、ちょっと急いでてバーっていって。ここは大丈夫か。オッケさあ、それでは、これで回復とかしてくれるんで、まずこっち、おお、これ面白い形ですね。これもしかしたらダブルバトルになってたかもしれないんで、まあまあ一人一人行って、さあ、いたズバッと、超音波とか混乱注意して。とりあえず噛み砕くして、ここ本当はもうちょっと早めに行ってたはずなんですけどね。ゴルバットそのままで、ガブリアスレベル上げていくためにタイプ相性関係なく行って、
いわく、そのままで。それでは、地ならしいって、結構抜群。はあはあ、落ち着いたぞ。まあそんな感じで、山でのやつはとにかくポケモン勝負だ。これもうちょっと下歩いてたらダブルバトルになってたかもしれないですね。ダブルバトルしたいですよね。できたらこの今ついてきてる人も一緒に。さあ、では相手はゴローンで、地ならし行って、この攻撃の方もかっこいい。へえ、ゴーリキー。まあそのまま行ってもいいんですけど、トゲキッス入れ替えて、トゲキッスちょっと夏気度上げるために足跡リボン欲しいんで、行っておいで、トゲキッス。今のソードシールドの対戦環境で、まあ、ザシアンとか強いので、トゲキッス全然見なくなったなと思いまして、鋼が効果抜群なんですけど、トゲキッス強いんですけどね、ひるみとか麻痺とか、急所とか。まあ、その環境によって変わってきますよね。ダイマックスありかなしかとか、伝説ありかどうか。さあ、スプレー使ってって。ハイパーボールゲッチュー。あ、結構アイテムがいろいろ落ちてる。あら、ここはなんかあると見せかけてないパターンか。あれは拾いたいが、こっち行って、あなたを倒せば100連勝ね。お前に空手の技叩き込んでやるぞい。100連勝ってすごいですね。帽子かっこいいですね。似合ってます。地ならし、浮かりを効果抜群なんで、穴を掘るしてブレックル行きましょうかね。まあドラゴンクロウとかでいいんですけどね。浮かりをかっこいい。さあ、雷パンチリベンジ。結構ルカリオあれですね。耐久性ありますね。さあ、なるほどで。OK。さあ、レベルアップしていきつつ。4。メタルクロー。さあ、雷パンチ。ルカリオが結構あれですね、集中的に攻撃があり、与えてられてますが、麻痺。相手残り1体か。そしたらドラゴンクロウ行って。まあ、回復もあるんで、いいですね。シャーレム間違って交換してしまったのちょっとショックなんですよね。育ててたんで。今負けるのは相当に悔しい。あなたの強さ叩き込まれました。まあそんなんで、ちゃんと回復なってますね。OK。さあ、アイテムを逃さずに入手して。これ。
れ、これ話しかけられないのか。話しかけられましたよね。おお、ここでスプレーで見つけた。皆さん、これぜひ、拾ってください。さあ、スプレー使って、だいたいこういうちょっと広場的なとこってあるんですよね。ちょっとこっちも行ってみて。え、ここ行きましたっけ？お、これダブルバトル。これ立ち塞がったらこれいけないんじゃないですか？さあ、作業員の2人が石つぶてといわく、おい。これ、ロカリオでもダメージは当たるんですけど、地ならし行きましょうか。まとめていけるんで。ルカリオ倒してしまって、手持ちいるんですかね、ルカリオ以外。またルカリオがいるとか。けど早いんで、まとめていったら。ダブルバトルならではの。へい、3体とも倒していく。ハガネール。ハガネールか。で、イワークと。え？あ、ルカリオ1体しかいないのか。マジか。まあまあまあ、いいでしょう。早いんですよ、この方が。全体攻撃。だけど、友達とかと何かやってたら嫌われると思うんで、打ち合わせして、いいよーって言われたらいいですけどね。それか、相性のいい、冬とか飛行タイプとかにすれば。さあ、いた、ゴローン。あえて残り1体になりましたんで。キュー。いやー、ありますからね。自分ゲーム強くて、まあこれ仕事で演技したりとかしてとか、まあ下手なプレイ見してとかわざとしてとかするんですけど、カードゲームで遊んでて、アンティデュエルってあって、まあ、要は賭けですよね。自分が勝ったら相手から好きなもんもらって、逆負けたら相手の欲しいものをこっちがあげるっていう、そういうルールがあったんですけど、勝ってですね、相手勝てなくて、相手めっちゃ泣いて、めっちゃキレてましたもんね。あんまおすすめしないですね、そういう賭け事的なのは。え、これ、あ、銀河団がいる。あれ？これ向こうから？じゃ、スプレー切れるの早い。スプレーをまずっと続いていてほしい。あれ？これもしかしたら、これ今左側から行ってもよかったんですけどね、こっち。まあ、しっかり連れ回していきつつ、こっちですね、まず。まあ、ここの島終わって、ほんで足跡行って、ほんで最後ジムリーダー行ってみましょうかね。さあ、相手エリートトレーナーなんでちょっと強いですね。ペリッパーとポニータか。そしたら、ペリッパーからまず倒しましょうかね。オグリアスかっこいい。強いし。ルカリオも。ハッケイ。ハッケイいいですよね。さあ、ライン車。このルカリオなかなか硬くていいですね。さあ、ウソッキー。ウソッキー頑丈とかあるかもしれないんですが、ウソッキー行って、もう頑丈じゃない。石頭か。
さあ、はっけー。さあ、エリートトレーナーはゴーストを繰り出してきて、そしたら噛み砕くいって、ゴーストタイプに悪タイプ効果抜群で、いやー、厳選するときは早く出てきたらいいですね。理想の。それで作業効率が全然変わってくるんで。さあ、ルカリを研ぎ澄ます。いいですね。ちゃんと相手倒した後に攻撃技じゃなくていいじゃないですか。これも噛み砕くにして、まあどっちでもいいんですけど、ドラゴンクローでも。おい、ポケモンとの絆が見えた素敵な勝負だったわ。できれば勝って強くなりたかったよ。しっかりもらっていきつつ、ここはどこに何もないか。あー、でも、あー、そうか、こっちから行ったら進めるんですけども、アイテムが取れないのか。ちょっともう一回向こう行きますわ。だから結局はあっちこっち端っこ行かないと。うー、マジか。そしたら、え、スプレー切れんの早いって。え、ちょっと待って、ん、どういったらいい。え、こっちから行けんのか。まあいいか。なるほど、君たちがポケモン探る理由か。銀河団ですね。まあ行きましょうか。あれ、あっこのアイテム。まあとりあえず銀河団ぶっ倒していくということで。さあ、下っ端と下っ端が勝負を仕掛けてきた。ズバッとニャルマー。そしたらズバッタの方行きましょうか。ルカリオ効果抜群、ニャルマーつけるんで。この BGM もいいですよね。バックグラウンドミュージック、音楽大事ですね。さあ、はっけい。ナイス、効果抜群、相性抜群。グレックル、グレックルとズバッとか。ズバッと倒して、不意打ちいい技ですよね。さあ、ズバッと葬っていきつつ、経験値がこっちレベルが高くなってるんで、もらえる経験値がめっちゃ少ないですね。さあ、ゴルバット、そしたらゴルバット行かしてもらいましょうか。回復してくれるんで、このドラゴンクロー行って、技の PP とか結構気になるんですけど、まあ回復してくれるんで問題なし。さあ、メタルクロースカップか。そしたらもうドラゴンクロー行って、誘爆か。さあ、では下っ端2人倒しつつ、泣きたい、あまりにも悲しくて、強いコンビなんてやつらだ。まいった、すごいコンビネーションだ。
君のおかげで助かったよ。よければこのポケモンの卵を君がもらってくれないか。ポケモンの卵がもらいます。はい。断ったらどうなるんでしょうね。まあ、あれ、あ、これでいいのか。ん、ここなんて、え、これって、あ、これって出口か。ちょっと待ってくださいね。アイテム取りたくて、あれどういったらいいのか。なんか行くとこありましたかね。あ、こうか。オッケー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 。さあ、マックスアップ入手しつつ、こんなもんですね。オッケー。そしたら出入り口行きましょうか。これが、これ、こういうことですね。この辺は何もないですかね。お、ほんで上がると、来た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 。でアイテム取ると、あー、貴重な光の石。これ貴重なんですよね。物拾いっていうポケモンがパチリスとかゴンベとか持ってたらいいんですけど、懐きましたかね。まあ、拾ってくれるわけですよ。あ、ほんでこうなってると。ほえー。回復はしてくれてるのか。ここって空を飛ぶ、いけるんですかね。まあいいか、船乗ってみて。ちょっとここ空を飛ぶかどうか試しておきたいですね。さあ、それでは戻ってまいりましたが、あ、いけないのか。まあ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 、いいでしょう。あ、そしたら足跡リボン行きます。足跡リボン欲しい。早く進めたいのもあるけど、いろいろやりたいので、やけどコンプリートしたい。わかりますか、この気持ち。もうスプレー OK ですね。さあ、ポケモンついてくるのはいいですよね。もう懐いたっしょ。こんだけ歩いてバトル使ったら。どうでしょうか。あー、あかんのか。え、あかんの？なんで？え、東京キッスあかんの？なんで？え、もしかして東京キッス飛行タイプなんでもらえないとかありますかね？ちょっと待ってください。調べます。マジか。そんなんあるんですかね？ちょっと足跡リボン、
いやー、やっぱ夏気度。夏気度低いのか、安らぎの鈴でも持たせたらいいのか。ダイパリメイク。欲しいんですけど。マッサージ。トバリシティ。夏気度チェッカー。よすがシティで、なんか大好きクラブでポケモン見せたら、懐いてるかどうかとかも見れるみたいですね。マッサージでも行ってみましょうかね。安らぎの鈴も出して。夏気度チェッカーもあるのか。いろいろあるんですね。ちょっと待ってください。夏気度チェッカー。あら、レッド申請届きました。いただいた方ありがとうございます。マンポケマックス、夏気度チェッカー、これは違いますよね。あ、これ。なんかハートが出るかなんかあると思うんですけど。わからない。これがあるか。ちょっとなんかトバリシティがなんかあるみたいなんで、行こうと思います。マッサージなんかあったかな。安らぎの鈴持たせるか、種残しまた持たせるとして、ちょっと仲良くなりたいんで、で、鋼鉄プレート拾ったら美味しいですね。いやーん。ちょっと待ってくださいね。これは、マッサージ。自分がマッサージを受けたいんですけどね。なんかこういうとこありそうな。マッサージ。パッション。どこでしょうね。マッサージなんかありましたかね。あ、ここか。あった、ありました。ラッキー。これは？
あ、シール持ってることあるんですね。これで夏気で上がりましたかね。どうでしょう、突撃っす。懐いてきたか。興味津々。結構来たんじゃないですか、もしかしたら。もう一回行ってみましょうか。じゃあ、足跡欲しいよ。いやー、ちょっと。先頭にしとかないといけなくて。ちょっと、ナスキド頼むわ。ん？ここ。あれ？ここなんでしょう？え？行きましたっけ？ここ。まあ、あちこちいろいろあるんですね。とりあえず、まあ、足跡リボンだけ行きますわ。それ以外にもリボンいろいろあるんですけどね。ちょっと、めっちゃ時間かかってしまうんで。自分ポケモンとかポケモン以外もポケモンだけでもだいぶ時間かかるんですけど、ポケモン以外もいろいろやりたいのがあるんで、ちょっとスルーさせていただいて、外注化したいですもん。さあ、お願いします、リボン。これ文章変わらないといけないですよね。あかんかー。あ、そしたらもう諦めますわ。諦めも肝心。まあ、そのうち懐くでしょう。うん。では、ジムリーダー行きたいと思います。皆さんお待たせしました。こちらですね。まあ、クリアした後でやり込んだらいいんですよ。うん。やけど、まあ、最初からね、いろいろ行きたいなと思いつつ、ゲットしたかったー。まあ、そんなもんですわ。そういうもん。どこでしたかね。ジムこっちで合ってますかね。あ、違うか。あれ、ぐるっとしただけか。ジムがこの辺りかな。お、君か。あいつ帰ってきたぜ。なんだか少し嬉しそうだったな。もしかしたら、見ただけで君の実力見に行ってワクワクしてるのかもな。そう、実力はあるんですけど、知名度がないんですわ。まあ、芸は極めていきますけどね。うん。そしたら、行きましょうか。なんか、ちょっとテレビ出たりとかね、なんかコラボとかなんかしたらいいんでしょうが。まあ、頑張りたいと思います。魅了できるようにしっかりと自分磨きをして、最後電気か。え？おお、ジューンまだなんですね。電気タイプですね。どんなポケモンでしょうね。レベル50とかいくんですかね。さすがに50はいかないか。いや、いくかもしれないか。ディアルガが47とかでしたもんね。まあ、行きましょう。そしたらば、あ、こういう感じの。こうやって回転していくと。ということは、これ、何回もやったらいいのか。ちょっと待ってください。ああ、やっぱりそういうことか。あの電気当たったら即死ですよね。こうでしょ？こうなって。
ちょっと待ってくださいね。あー、そうかそうかそうか、あ、そういうことか。あ、わかりましたわかりました。これずっとぐるぐるしててもダメなんですよ。これ要はですね、この隣のこっち行かないといけないわけですよ。ほら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 ね。さあ、そんなんでまあたどり着きますよ。はい、塾帰りの幽霊が勝負を仕掛けてきた。さあ、パチルス、パチルス結構最初役に立つんですよね。物拾いとかで。ゴンベはちょっとしばらくして手に入るんですけど、物拾いで光の石、闇の石とか集めるのがなるほどなと思いましたが、相手44、結構高いですね、レベル。さすが最後のジム。さあ、地ならしって、っていうことは、最後ジムリーダーレベル50ぐらいあるかもしれないですね。まあ、最後のジムリーダーですからね。OK。さあ、そんなんで。いやー、トゲキッス懐いてほしい。頼むわ。これはここなんでしょう。え、あ、これいけるかと思いきやいけない。なんかいけるんかなと思いましたね。とりあえずまあ、こっちから行きましょうか。ギターですね。指使い結構。こういう弦楽器って結構指使い難しいですね。指使いと弾き方。さあ、相手は6しようと。いや、電気タイプってジムなんですけど、こんな歯車とかいっぱい回してたら電気代半端ないでしょうね。おしゃれでいいですけどね。さあ、地ならし行って、やっぱいろんなことチャレンジするっていうのは楽しいですよね。さあ、この歯車が回るライトアップされたステージで、トイキスこんだけレベル上がってるんですけどね、一応懐いてトゲチックには進化したんで、ある程度の懐き度はあると思うんですけどね。まあ、安らぎの鈴持ってるんで、まあいいでしょう。んで、で、今度はですね、これ、ぐるぐるしながら、あ、こういうことですね。これで、ほら、通れるようになって、こういう仕掛け面白いですよね。さあ、塾帰りの豊文が勝負仕掛けてきた。頭良さそうですね。なんかメガネかけとったら頭良さそうに見える現象がありますが、頭いいんでしょう。本持って。では、ガブリアスを出して、バリちゃんは噛み砕くして、エスパーだけじゃないんですよね、これ。初代の時は多分エスパーだけだったような気がするんですけど、フェアリーも入ってるんで効果抜群ではない。初代から全部やり込んでる人って結構変化があるんで、ごちゃごちゃしますね。さあ、時代の流れにより波に乗っていきながら、これはまあ行ったら良さそうですね。で、ああ、結局こう行ったら良かったのか。最初もここの人戦えたんですけど、こう行ったらいいみたいですね。さあ、ピカチュウの、もう、スルーしないです。もうレベル上げたために、私の本気わかるでしょう。ピカチュウ好きでピカチュウ出してくるんじゃないですか。相手4体結構いますね。さあ、メスの着ぐるみを着たトレーナーがメスのピカチュウを出してきて、ファッションで言ったらモノトーンコーデみたいな、同じ色で合わせた感じみたいな。とりあえず地ならし行って、さあ、ピカチュウメスを倒してきつつ、まあもしかしたら全部ピカチュウかもしれないですね。場合によってはライチュウかもしれませんが、ピカチュウそのままで、はい、かわいい。静江さんみたいに感じてかわいいです。
そしたら効果抜群、地ならし行って、さあピカチュウ、全部ピカチュウですかね。手持ちが少なかった場合、もし手持ちが 2体だった場合は、まあ、ピカチュウライチュウとかの場合があるかもしれないんですけど、手持ちが多いんで、まあ、10リーダーとかではないんで全部ピカチュウかもしれないですね。さあ OK、 さあピカチュウそのままで、さあお見せしましょう。地ならし行って効果抜群、やりました。本気だったのに、もうここまでこだわってたらすごいですよ。コスプレとかして好きなんだなって伝わってきますもん。おっ、あ、結構広いですね。最後のジム戦う人いっぱいいるじゃないですか。さあではギタリストいきましょうか。ギタリストのマイクが勝負を仕掛けてきた。さあ平安時代の眉毛の、わ、ライチュウ来た。ピカチュウが進化してるんでパワーアップしてますね。なるほど、ライチュウしかもレベルが結構高い。さあ初手電光石火か、効果抜群いって、これはまあ進化もしてるんでそこそこのレベルもあるんで経験値美味しいですね。はい、美味しい。なんてこって住人不足だぜ。ってな感じで上がっていきまして、あら、こっちか。これは、こっちですかね。うう。しびれる勝負がしたくて、行きましょう。エリートトレーナーのナズナが勝負仕掛けてきた。そういえばあれですね、魚で、シシャモってあるじゃないですか。あれ、卵入ってて美味しいんですけど、美味しいじゃないですか。なんか不良で、あまり取れなくて価格3倍ぐらいになってるみたいで、自分が美味しいなぁと思うのも、値上がりとかすること多いんですけど、美味しいんですけどね。さあ、効果をすぐ倒していきつつ、やっぱバリバリ仕事して美味しいもの食べて寝るっていうのがいいわけですね。さあライチュウそのままで、それではですね、地ならし行って、さあ相手は先制技、相手結構賢いですよね。コンピューターなんですけど、なんか人と戦ってるような、不意打ちとか電光石火とかいい技使ってきますもんね。なんか一方的じゃなく結構考えてやってるような、 AI みたいな人工知能学習してるような感じがしますね。さあ痺れるバトルが終わりまして、さあ進んでいきながら、こっちでいいのかな、はい、では行って、さあジムリーダー見えてきましたね。スパーク、ジムリーダー退屈だからってジムをこんな風にしたぜ。最後のジムリーダー叶う人が少ないっていうことですよね。ギタリストのゲイリーが勝負仕掛けてきた。さあルクシオが来て、これガブリアスレベル上げるのいいですわ。攻撃進もちょっと、これジム終わったらまた足跡リボン行きますわ。ちょっと欲しいんで、他のリボンはまあぼちぼちとかでいいとして、必須ではないんですけどね。ポケモンって時間はかかるんですけど、その時間かけた分達成したのは大きいんですよ。 YouTube みたいなもんで簡単じゃないからこそ、乗り越えた時の幸福感が大きくて達成感。ビーダルは
ビーダルって何タイプでしたっけ？あ、そのまま行って、水地面とかなんかそんな格闘、いや、ノーマルの、まあ何でもいいですね。ドラゴンクロー行って、おい、スパーク、さあそんな感じで、オッケー、繋がった、綺麗に。で、こうやって行って、で、あ、こういうことか。どうよ。ほう、ここまで来れたか。だけど、ここで帰ってもらうよ。僕を倒せるわけないからね。では、行きましょう。エリートトレーナーのショーマが勝負を仕掛けてきた。ハガネーブ、それでは、地ならし行って、これもしかしたら耐えるかも。頑丈、急所に当てました、ナイス。頑丈ですね、この特性いいですよね。どんな攻撃でも一撃耐える、ナイス、よく耐えた、耐えたというかかわした。地ならし行って、あと事務戦終わった後に回復してくれたら最高ですね。そんなんで、これは経験値美味しいでしょう。さあレベルアップしていきつつ、シャーレムか、入れ替えて、ちょっと攻撃数夏季で上げたいんで使っていきます。攻撃数こんだけレベルとか上がってるんですけどね、なぜ夏季度が低いのか。大体まんべんなく使って育ててるはずなんで、それなりに懐くはずなんですけど。さあエアスラッシュ行って、君のポケモン何が違うんだ。まあ育ててますからね、大事に育ててますので。でこれ今度はどうなるんでしょう。こっから、こっからなんかうまいこといきそうですよね。これこうやって、いや、こっちとは別々ですよね。これは、これあれか。形、こうやってなんか整えた状態で、おそらくこっちも整えていかないといけないような気がするんですけど、どうでしょうか。おい、おう、あら、道できない。こっちからか、そしたら。ちょ、待って。絶対生き方あるんですけどね。
あ、こうか。あ、ここ通れるの。へえ。あ、そしたらいけそうですね。ここ回転していけば、どっか当てはまりそう。これは？違うか。え？なんかどっかつながったと思うんですけどね。あれ？あーでしょー。ちょ、ほんま。結構難しくない？難しくない？そんなことない？ちょ待って、うまっ。あ、ここ回してったらあれか。ちょっと見ていきましょうか。あー、いけた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 。お待たせしました。では行きたいと思います。最後のジムリーダー。さて挑戦者、たまに俺と戦えるトレーナーがいるけれど、みんなつまらないというか手応えがないんだよ。ふう、俺がジムリーダーの電池。新王で一番のジムリーダーだと言われるが、まあいいや。俺にポケモン勝負の楽しさを思い出させてくれるトレーナーであってくれ。では行きましょう。さあ、ジムリーダーの電池が勝負を仕掛けてきた。ジムリーダーの電池はライチュウを繰り出した。さあ行け、ガブリアス。行っておいで。相手4体。結構手持ちいますね。地ならし行って。おっと、相手は木の実を。さすが最後のジムリーダー。ちゃんとアイテムも使いこなして、急所ナイス。鹿の実か。まあ、威力を弱めるっちゅうもんですね。なるほど。弱点を補って。オクタン出してくんの？オクタンは、まあ、レントラ行きましょうか。レントラ、いや、ロズレード行って、できるだけまんべんなく育てるために。さあ、行っておいで、ロズレード。来た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 。たこ焼きにして食べたい。食べないですけど、たこ焼き美味しいから食べたい。結構レベル高いですね。47。さすが最後のジムリーダー。あ、電気で行くから地面効果抜群なんで水タイプ使ってくるわけですね。エテボース、あれ何タイプでしたっけ。まあガブリアスでいいですね。多分ノーマルとかじゃないかなと思うんですけど、まあ何でも倒せば。エテボース、チョンチーが進化したもんですね。おい、ドラゴンクロウ行って。おお、猫だまし。さすが最後のジムリーダー。鹿の実持ってたりとか、猫だましとか、いい技使ってきますね。さあ倒していきつつ、レントラーそのままで、こいつが俺の切り札。さあ最後のポケモンが来ました。さあ威嚇は入れられるんですけども、まあそのまま行って
どんな技を覚えてるのか見ていくか、いや文字なら知って、50いくかなと思ったら49でしたね。あー、威嚇の分で相手残りましたね。さあ素早く下げていきつつ、おっとここでお盆の実か。うわ危ない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 、氷の牙を覚えるわ。ここまで追い詰められるとは。うわ危ない危ない、ガブラス氷タイプ効果抜群なんで、これもしかしたらあえて回復の薬使ってこないか。穴を掘るして、うわー強い強い強い、それは強いわ。さすが最後のジムリーダー、いい技持ってる。 OK、 相手の切り札の倒してって、よっしゃ参ったな。君の気持ち、ポケモンの下向きさ、戦っているだけで熱くなる。とてもいい勝負だった。賞金おいしい。ふっふっふっ、はっはっは、久々に楽しいポケモン勝負だった。そしてこれからもポケモンが、君がどんな戦い方をするのか楽しみでたまらない。さあ8つ目の順番地受け取ってくれ。やりました、これで全部揃いましたね。ビーコンパッチをもらった。ベーコンみたいで美味しそうですね。そのビーコンパッチがあればポケッチの秘伝技の滝登り来ましたね。ポケモンリーグに行くために必要な技だ。それにバッチが揃って今はどんなポケモンでも素直に君の言うことを聞いてくれるようになるだろう。あとこれも使ってくれ。デンジが使っているシールをもらった。技マシン57を手に入れた。チャージビーム、オッケー。ついにやってまいりました、ポケモンリーグへ向かおう。こういう形になったわけですね。まあ参考にしていただきつつ、さあでは戻っていきながら、おお、オッケー、なるほど。さあそれでは出ていきながら、あー特に何もないのか。普通にポケモンリーグ向かえば。ではですね、一応回復しときながら、ここ何でしたかね、世界のシール。OK、それではまず回復してって、これでおそらくここを行けるはずなんですよ。足跡まず行きたいですね。足跡行きましょうか。もう懐いてもいいと思うんですけどね。なんでこんなトゲキスが懐いてないのか。自転車乗って、リボンが欲しいだけなんですけどね。頼みますわ、リボンお願い。では行きます。なんでもらえへんの？
プリキュース足ないのか。そしたらもう諦めます。トゲキス足あるでしょ。ないんか。ちょっと待ってくださいね。リボンもらえないの。わからないか。足跡ないポケモンでもリボンはもらえるの？あ、ポケモンと出会った時のレベルが現在レベル30以上だともらえる。攻撃数って、なんぼ。43なんで、ああそうか、レベルが高い時にあったのか。73レベル、うわー、そういうこと。もしかしたら、まあ、73か。もうちょっとレベル上げないといけないかもしれないですね、もしかしたら。まあまあいいでしょう。そしたらば、なるほどなるほど。さあ、ではこちらに来ましたが、この町なんだか落ち着くんです。海のそばで灯台があって、あ、それって順番地ですね。すごいんですね。でしたらこれをどうぞ。技マシン99を手に入れた。ベルダー、技マシン99を技マシンポケットにしまった。滝登り来ましたね。なるほど。どうも。この人は？この人ずっとここいるんですかね。滝登り使えるとこってどこありましたかね。ちょっとそれも調べます。ちょっとお待ちください。滝登り使えるところ。ちょ、ほんま。とりあえず電磁撃破後にみかんに話しかけて入手しましてですね。で、場所は？ちょっと待ってくださいね。滝登り、あー、滝登り場所どこよ。なんかどっか乗ってないか。多分乗ってるとこもあると思うんですけどね。乗ってないのか。天眼山210番道路。まあ行ってみましょうか。天眼山と210番道路、まあポケモンリーグの前もそうですけど、なんかアイテム取れなかったとこがあるんですけど、
そしたら行ってみましょう。足当てリボン欲しかったの。とりあえず、滝登りしたらもしかしたらいけるのか。ちょっと今アイテム入手できないとかあって取りたいんですけど。まあ、とりあえず自転車コントロールしづらいので徒歩で行きつつ、さあ冒険に旅立っていきながら、この左どうやって行くんでしょうね。この左めっちゃ行きたいんですけど、あれ行き方がどうやって行ったらいいの。とりあえず、どこでしたっけ。天眼山と210番道路でしょ。一回ここ飛んでみて、せっかくなんで使っていきたいと思うんですが、どこや。ちょっと待って、霧がやばい。霧払いか。ほんま見えないですもんね。これ滝登りで行けるところが。ちょっとこれは行きますわ。こういう感じか。こういう感じっちゅうことは、どっかで下降りて。ロッククライム。ちょっとここ行ってみます。滝登りも行きたいんですけど、ここ絶対なんかあるっしょ。さあ、そしたら戦っていく感じで。足や取り分が入手ないのがあんな高いとは。30以上。深まるか。いいの使ってくる。さあ、そしたら先輩が倒していきましょう。ドラゴンクロー行って、ちょっとじっくり行きますわ。ドラゴン使いか。へえ、マントかっこいいですね。マントの服なんかあったら欲しいですね。ここはなんか行けるのか。なんもないの。あった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 。皆さん、ここ金の玉出てきますんで、ぜひ取っときましょう。ここ絶対なんかありそうですよね。絶対なんかありそう。これはタツバーさんの家。よっしゃー。ほほほ、わしがタツバーさんじゃ。ドラゴン使いが修行する町から一人やってきてな。この信用の強いポケモンで最強のドラゴンタイプの技を教えてやるつもりじゃ。流星群とかでも覚えるんでしょうか。まあ見てみましょうか。流星群強いですね。流星群強いな。でも激鱗を覚えたりとか。ガブリアスってどっちかというとあれですからね、攻撃力が高いんで。まあただこれ覚えておいたらいいですね。ここにこういうのがありますと。もう首まらい。はい、そしたら行ってみて、とりあえず210番道路とか天眼山がまあ使うとこみたいなんで行ってみつつ、
でしたかな。で、あのシルバースプレー使っておきましょうか。せっかく持ってたんで。技マシーン、シルバーシルバー、 OK、 もう使います。遠慮なく使って。さあ滝登り初めて、どんな感じ。おー、ゆっくりじわじわ。ここは、うわ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 、緑のプレート。皆さんここでこんなアイテム隠れてるんで、ぜひ取ってみてください。やっぱあちこち行ってみるもんですね。で、降りるときは大丈夫で、トゲキッス放置していきながら、ほうほうほう、降りるのゆっくり安全ですね。ありました。さあ、笹波の子を入手して、で、この辺りこんなもんですからね。210。ちょっと待ってください。天眼山。ちょっともう一回こっち飛んでみて。滝登りとかなんかいろいろ。使うとこどこがあるか。あ、ここもロッククライミング。そしたら使ってみて、なんかありそうですね。あった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 。うわ、最後キネスいいじゃないですか。さあ、ロッククライム使って、まあ壊したりとかして、一気にながらこれ取れないですね。なんか天眼山、なんかちょっと待ってください。天眼山がちょっとこっちから行ってみましょうか。んで、これどんな感じだったか。これが隅々いったらいよいよポケモンリーグ行きたいなと思うんですけど、あれ、ここ来たかな。あ、ロック、いや、ここ来たことあるか。あ、ただ滝登りが多分初めてで、ちょっと似たような景色があるんで、行ったことあるかないかなって感じなんですが。で、あ、こう行くのか。ほうほうほう、こっちなんかあるか。ないのかな。インドメタミシンゲット。ちょ、トゲキッスちょっとしまいますわ。連れ歩いてもいいんですけど、ちょっと話しかけてしまったりとかするんで。うん。いいんですけどね、連れたりとかするのは。そしたら下ってって。
さっきロッククライムのとこはあったんですが、この辺り行けば、なるほど。天眼山登るのって結構大変ですよね。ああ、結構めんどくさい感じか。飛ばすか。結局スプレーとか使ってった方がいいってことですもんね。ちょっと待ってよ。ここ行けないのか。ちょっと待ってください。ロッククライム使うところが天眼山とか、まあでも天眼山は行くときに使っていきましたもんね。210番。ちょっと待って、ロッククライム、使う場所は、なんかアイテム取るとこわからないとこがあって、なあ、どっか書いてないかな。場所特にないか。使う場所が、まあいいか。ですの、このまあ野茂瀬していって、でですね、じゃあアイテム取る場所がわからないとかって、ちょっとそこ行きたいですね。ここなんて言うんでしたかね。213番道路、立志湖のほとり。ここ後で行けるようになるのか。お待ちください。ですの、213番道路でしたよね。あ、ルームキーが、213番道路、どこ？ダウジングマシン、この辺りあるんですかね。どこにあるんですかね、これ。ちょっと待ってくださいね。
え、213番道路の受付の場所。受付ってここですかね。受付の場所。おう、これ受付の場所でしょ。んで看板がない方に出て左に一歩で、うわー、あったあったあった。こんな絶対わからないですよ、こんな。まあ、とりあえずこれ行きましょう。とりあえずあったんで。いや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 、まあ解決したんでよかったです。んで、まあ皆さんぜひこの攻略参考にしていただいて。なるほど。なぜかよくなくなってしまう。そして話しかけて、困ったわ。またルームキーをどこかに落としたみたい。あ、そういうルームキーあなたが見つけてくれたのね。素敵、ありがとう。で、入っていくと、入ってみて、なんかもらえるか、なんかあるかどうか。さっきはありがとう。そうだ、俺に今のあげる。お、不縁せんべい。やっぱ人の役に立ったらいいですね。おえー。ゴミ箱は空っぽ。立志湖のほとりの、この、これ、どうやって行くか知りたいんですけど。へえ。これどうやって行くんでしょうね。この横アイテムあるじゃないですか。乗ってますかね。なんかこういうのを入手しないとモヤモヤするじゃないですか。柱。これどういくのか。あ、マップ、マップ。マップ見たら大体わかりそうですね、これ。これどうやって行くのか。あ、夢食いがあるのか。これあれですね、夢食いですね、おそらくここにあんのが。これどうやって行くの。あ、もしかしたらこっちか。うわー、こんなとこにあった。これは、よく見てないとわからないですわ。
こんなん。オッケー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 。いやー、よかったよかったよかった。皆さん、ぜひ攻略に役立てていただいて。あ、ほんでこう行くと、これはわからないわ。ねえ。これはわからないよ。なんとなんと。まあ、無事行きました。よっしゃ。これで OK かな？ロッククライム使う場所って言ったら、これはわからないよ。絶対この辺から行くっていうのは分かったんですけどね、向こうの湖の方から行くのかどうかなと思って。いやー、よかったよかった。まあそんな感じで、こういうことですね。それでは、こんな感じにしときましょうか。ここは、まあ、要はここに行くっちゃ話ですもんね。よかったよかった。これで一通り覚えておけば。うん。それではですね、まあこの後もどんどん進んでいきたいんですけど、またこの続きからやっていこうかなと思います。それでは皆さん、最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ攻略とかの参考になったらと思います。それではまた次の動画とかライブ配信でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、 SNS フォローよろしくお願いします。ありがとうございました。